さん、はい、踊り店からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは大通高校4年生の谷口瑞希さんです。谷口瑞希です。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。大人っぽいね、瑞希さんね。ありがとうございます。高校4年生、昨日に引き続きまして、大通ビッセの4階の、北海道ワインをご紹介するコーナーでですね、トークショーの合間に公開収録をさせていただいております。今お隣にいらっしゃるのは、大通公園の今4丁目でですね、チャレンジオータムということで、いろいろ商品を並べていらっしゃる、谷口さんなんですけれども、みんなと一緒にね並べていると。例えばどんなものがあるのか教えてください。ですね、はい、蜂蜜を使ったワインビネガーのドレッシング、ね、はい、ドレッシング、はい、はい、美味しいよ。そしてあと天然の蜂蜜、天然の蜂蜜、はい、爽やかだよ。はい、そしてありがとうございます。と4種類の味がマカロンですね、はい、あーかわいい、はい、これはプレゼントしたら女の子が喜ぶね。喜びますね。はい、ぜひ大通り4丁目でチェックしていただきたいと思います。お願いいたします。そんな谷口さんにも3つのキーワードご用意いたしました。こちらです。じゃん、はい、羽ばたくミツバチ、一生出会い、生み出す笑顔。はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。さあ、一つ目が羽ばたくミツバチということなんですけど、これかな。そうですね、見えるかな、これなんですけど。見えるかな、もっとはっきりしたのありますか。イラスト、イラスト、このデザインをされたんですよ。見えるかな。蜜という字のどれ、これこれこれね、これの蜂蜜と、あとこの全体のデザインもちょっとね見てほしいわけですよ。かわいい。ありがとうございます。描いたりするのは得意なのかな。そうですね、好きです ね、好きなんですね。そのあたりのお話になると思いますが、はい、今回こういった、商品を販売するにあたってはやっぱり当然ラベルとかね、まあ、チラシとかポスターとか、まあ、こういうのぼりもそうですけど、そういうものがいろいろ出てくるわけでね、はい、そのデザインをされてるんですよね。はい、ですね、はい、まず蜂を飼うっていうのが、去年の冬頃からも先生から伺ってまして、はい、でその当時は学校で蜂を飼うなんて、うん、いや、 やだなと思ってたんですよね。怖いっていう意味、だって学校の近くでミツバチとか蜂が飛んでるなんて、はい、怖いじゃないですか。あ、危ない、危険危険。虫もそんな好きじゃないんで、あ、まあね、刺されたら危ないなって思って、 あんまりいいイメージがなかったんですけど、はい、で実際今年の4月から、いろいろ蜂の専門の人の方を呼んで、はい、うん、5階まであるんですけど、大通高校、5階の方でガラス張りのところで蜂を飼ってまして、うん、隣にちょうど都合よく植物園があるので、そこから蜜取ってきた蜂が、大通高校のじゃあこの蜂蜜の蜂さんたちは植物園から集めてきてるの。そうなんです。近くていいですね。そうなんです、お隣さんから。なるほど、はい、蜜集めてきてて、で、ちょうど蜂を飼うって形になって、はい、うん、ちょうど担任の先生が商業科の先生で、うん、はい、商品を開発するっていう話を伺いまして、はい、そちらの方で勝手に、うん、その蜂のイラストを、うん、はいって先生に、はい、自主的にこれ商品にするんだったらイラスト必要でしょ、うん、と、キャラクター必要だよね、必要だよねっていうことで自主的に勝手に渡して、うん、勝手にデザインして渡して、はい、うん、そしたら、あ、じゃあラベルっていうか、はい、のぼり、これですね、のぼりも作るから、うんうん、この大通高校の交渉をなんかこうもじってっていうか、このやつをコラボして蜂でデザインしてくれないかっていう形でお話をいただいたので、はい、やらせていただいたんですけども、やらせていただいて、はい、はい、その時の
見せましょうか、はい、これはこんな絵なの見えるかな薄いあちょっと薄いですね、はい、要するにこんな感じで下書きを書いて下書きを書いて、はい、まあこういうのの下書きを書いて、はい、なんかポイントがありますよね。そうですね、学校の校章がちょうど六角形になってまして、午前部、午後部、夜間部で三部制なので、それで六角形の緑の色にちょうど蜂の巣もそうなんですね、六角形だしちょうどいいわとなるほどで、そこから鉢の六角形のやつをコラボさせて、花とか蜜をアレンジして、やりました。かわいいデザインしました。はい、あとの、ラベルなんですけど、そのラベルは書道の授業で、ラベルを書こうっていう授業があって、その中で授業でまずそのまずラベルのタイトルと、そのポイントそれをどう伝えたいのかと、それを伝えるにはどうすればいいかっていうテーマを紙に書いて自分で考え、書道の授業で書いて考えて、でその時はいきなり言われたんで、いや無理だろうって思って、そんないきなり出てこないよって思って、なんかその時はどうやったらお客さんにインパクトを与えられて、どうやったら目についてこう可愛いとか美味しそうとか、ポイントを絞って伝えられるかっていうのとか、ラベル大事ですよね、そういうところがね、一番キーなので、残るものですし、っていうのですっごい悩んで、家まで持ち帰って家に持ち帰っていいね、これねで、自分で勝手に宿題にして、家族と、そういえば代表的な商品の、今耳に残ってる商品のラベルとか、商品タイトルってなんだろうっていう話をしてて、そこからやっぱりシンプルなものが一番いいねっていう話になって、天然蜜食べたいっていうので、タイトルにしまして、天然蜜食べたいっていう名前だったっけこれ。そうなんです、本当だ、天然蜜食べたいって書いてあるあ、そういう商品名なんですね、天然蜜食べたいっていう、そういう風にこのタイトルも谷口さんが決めたんですか。タイトルも決めました。なるほど、もうそのものズバリで分かりやすく、やっぱり お客さんに勧め、商品を勧める上で、どこを押すかって言ったら、やっぱり学校の隣の植物園から取ってきた蜂蜜をすぐ瓶詰めして、天然のものを販売できるっていう、そういう、天然を入れたかったんだ。この蜜もまたちょっと字体がですね、可愛い蜜っていう甘さが伝わるような文字にしたい。この文字も書いたんですか。こんなデザインなんですよ。はい、見せようか。ですね、はい、なるほど。これポイントは、蜜のところが六角形、ここね、ここを六角形にしてるのがポイントと、食べたいのべのところ八の字に、あ、八の字になってる、なってる、べの点々がね、これは八は、味方に、蜜の場所を教えるときに八の字を描いて、方角とか距離とかを、知らせるので、なるほど、そこから八の字、と食べたいのたいの、ここの端っこのところを翼、ちょっと羽みたいな感じで見えるようにしました。これ描いたんですか。はい、達筆ですねで、なんかデザイン性の高い文字ですね。ありがとうございます。家に帰って夜中に部屋中に小学校の頃の習字道具を広げて書きました、いやー、いい話ですねこんなこと夜中にしこしこと自宅で並べてる高校生、かわいい、またいいのができて、ありがとうございます。満足いく仕上がりのものが、満足です。先生とも手伝ってもらえて、本当、何よりでしたね、このようにこうデザインがどんどん出来上がっていったということなんですよ。でこれをまた選ぶにあたってはきちんと校内で投票しているそうなんですね。で夏に学祭があったんですけど、学校祭があって、こんな感じで、今日見せ物いっぱいありますねいっぱいあるんですけど、いっぱいありますよ。
こんな感じで82種類なるほど生徒が書いたやつから2種類ですね、はい、82種類から投票してもらって、はい、で先生とかからも投票いただいて、見事、はい、選んでいただきまして選んでいただいて、はい、これがまあグランプリを勝ち取ったグランプリっていうのどうなんだろう、これに選ばれた、はい、ね、一番票をね集めたんだそうですよ。 ありがとうございます。なるほどこのようにですね、あのロゴが、決まりました。そして実際こう商品化されてどうですか、現物見て。いや実際商品のラベルを担当するなんて人生にないじゃないですか。ないですね。あるかないかじゃなくてないじゃないですか。なかなか、そもそも売ってますからね。売ってますから。売ってます。売ってる。売ってます。すごいね。で、いろんな方に、うん、幅広い方に目に入れていただいて、うん、嬉しいですね。とりあえず残るものなので、そうですね。自分の人生にも残りますし。はい、親にも親孝行ができたかなって、うん、喜んでくれる感じですね。そうですか、はい、高校生のうちにこんな経験ができるってあまりなかなかないよなと私も思います。はい、では2つ目のキーワードに行きましょう。